こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は私の競馬論、やっていくわよ。おお。今日は何をやるのかしら？今日は先日の京都金杯で暴走して逃げまくって、1000メートル通過 56.7 秒という狂ったタイムで逃げて逆噴射して、最下位に沈んだ悩める G1 馬。ドルチェモア、このドルチェモアが世間で言われるように本当に早熟なのか、それとも違っていて小馬でもやれる馬なのか検証して、復活できるプランを提示したい。そういう動画をやっていきたいんだけど、おお。ドルチェモアは2024年1月現在、重戦3勝で2022年の JRA 最優秀2歳牡馬を受賞した馬ね。そうなんだけど、この3勝は全て2歳時に挙げたもので、新馬戦、重賞のサウジアラビアロイヤルカップ、G1 の朝日杯フューチュリティステークスを勝っている。しかし、3歳になってからは圧倒的な1番人気で迎えた NHK マイルカップの前哨戦のニュージーランドトロフィーでハイペースで逃げて7着。それからは階段を転げ落ちるように2桁着順を連発。2歳児の強さはどこに行ったのか。不甲斐ないレースばかりをしてしまっているわね。3歳になって以降は掲示板にも入ったことすらないなんて。だから、ドルチェモアは早熟だっていうことをよく言われるし、昔からいる2歳で活躍して、3歳になったらダメになる典型的な例とも言えるわね。まあ、勝った G1 の朝日杯フューチュリティステークスのメンバーもひどかったからね。僅差の2着のダノンタッチダウンもパッとしないし、出走馬のほとんどが現在でもオープンで戦っている馬が珍しいほどだし。そうね。しかし、本当にドルチェモアは終わった馬なのか、早熟なのか、まずはそこから探っていきたいと思うわね。2桁着順連発のドルチェモアに復活プランなんてあるのかしら？じゃあ、解説スタートよ。馬の能力を測るためにはレースをするよりも見分けやすいものがある。それが調教やレースでどれだけのタイムで走れるかだ。1波45秒を切れない馬がレースに行ったって、タイムオーバーは必死である、だ。タバラ聖騎？今はトースポの解説員をやっている元祖天才騎手タバラ聖騎。調教師としては気功が有名な彼だが、タバラはこういう言葉を残している。馬の能力は人間がどうにかできるものではなく、銅と等級があったとしたら、どんなに頑張っても銅が銀に、銀が金になることはないと。つまり、人間が介入できる要素はその等級の中でピカピカに磨いて、その中で一番になる手助けしかできないわけね。そういうことね。だからこそ、調教で走らせてみての感触でほとんどの場合、大抵その馬がどの等級にいるかは分かってしまう。じゃあ、その理論でドルチェモアを見ると、どの等級にいるだろうか？G1 馬だけど、オープンでも全然ダメだし、早熟で完成度が高かっただけで、絶対能力はそこまでないんじゃないかしら？ところが、早熟と言われるドルチェモアの府中でのサウジアラビアロイヤルカップの勝ちタイムは1分33.4秒、阪神の朝日杯フューチュリティステークスの勝ちタイムは1分33.9秒。これは両馬場での記録なんだけど、もちろん時計を完全に比較はできないし、馬場状況やペースの差もあるけど、強引に比較してみると、同じ両馬場で同コースの2016年のキャピタルステークスのブラックムーンのタイムは1分33.5秒、2023年のキャピタルステークスのドーブネのタイムは1分33.3秒。さらに同条件の両馬場の重賞富士ステークスでは2021年のソングラインが1分33.2秒で、2020年のバンドヤルドは1分33.4秒、2017年の東京新聞杯のブラックスピネルは1分34.9秒。今挙げたタイムはもちろん小馬のレースでは遅い方のタイムだけど、それでも同条件でこれだけ2歳児のドルチェモアの走破タイムで勝負できるレースがある。おお。つまり、ドルチェモアの絶対能力は仕上がりの速さはあるにせよ、そんなに舐められるようなものではない。ということね。そうね。サウジアラビアロイヤルカップのタイムの近似値でもこれだけのレースがあるからね。また、
朝日杯のドルチェモアの勝ちタイムの1分 33.9 秒と同条件の両馬場で阪神のマイルで比較すると、2018年のポートアイランドステークスの三重のサクシードの1分 34.0 秒、2019年の六甲ステークスのソーグリッタリングの1分 33.9 秒、さらに2021年の落葉ステークスの里のフェーバーの1分 35.2 秒、2021年のリゲルステークスのエアロロノアの1分 34.0 秒というタイムも出てくるわね。そう考えると、重賞では恵みに恵まれないと難しそうだけど、リステッドなら2歳児の実力を出せれば展開と金量次第では勝つことができそうだということね。そういうことね。人間で言うと2歳馬は小学生みたいなものだからね。サラブレッドは4歳秋をピークに馬体的に成長は終わるんだけど、ドルチェモアは小学生で終わってしまったように見える。でも、普通小学生や中学生で走れたタイムを大人になって走れないものかしらね。確かに老化している時期だとか、いろいろ贅肉がついたり、運動不足なら人間ではありえるんだろうけど、彼らサラブレッドはアスリートとして走る専門教育を受け続けているわけよね。大体には4歳秋まで一般的に成長するのなら、ドルチェモアがどんなに早熟でも2歳の時に走れたタイムですら走れないのは異常ね。だから、おそらくドルチェモアは、精神的におかしくなっている可能性はあるわね。すべてが噛み合えば重傷とは言わないけど、リステッドは十分に2歳児のパフォーマンスで勝てるレベルだからね。それに、京都金牌は壮絶な逆噴射を見せたけど、スタートから逃げてスプリント並みのペースで1000メートル 56.7 秒で逃げれるスピードを持っている馬よ。少なくとも能力は最上級ではないけどきっちり持っているわよ。じゃあ、なんでドルチェモアはメンタルブレイクしちゃったのよ。まずは、ドルチェモアがおかしくなる前の朝日杯フューチュリティステークスの競馬を検証したいんだけど、メンバーレベルはもう言わないけど、ペースはハイペース。1000メートル通過 57.8 秒、そこからラスト3ハロンのラップが 11.7 秒、12.0 秒、12.4 秒。阪神の最後の坂を加味するとギリギリ平行ラップね。このレースで3番手で進んだドルチェモアは上がり 35.8 秒でなんとか押し切ったレース。上がり最速がダノンタッチダウンの 35.2 秒だから。本当に頑張って粘った結果ということね。しかし、このドルチェモアの頑張りは3歳初戦のニュージーランドトロフィーでは続いていて、今から見ると成長していなくてハイペースで進んだら7着に沈むよねって結果だったし、つまり、ここまではドルチェモアはおかしくはなっていなかったわけね。そうね。で、ドルチェモアがおかしくなった。メンタルブレイクしちゃったのは NHK マイルカップと安田記念の連戦の影響だと思うわね。どういうことなの？どこが原因で乗り換わりとかはとやかく言いたくないけど、若駒で期待馬はよっぽどのことがない限りトップ以外の機種であれば、乗り換わりはしちゃいけなかったわね。新馬とサウジアラビアロイヤルカップは横山和夫、朝日杯フューチュリティステークスは坂井隆成、ニュージーランドトロフィーは横山和夫、NHK マイルカップは三浦恒成、安田記念は坂井隆成。この乗り換わりのリズムがとにかく悪かったわね。横山和夫で初戦は逃げて、2戦目は短期2番手でスローの流れで足を伸ばした競馬をしたけど、坂井隆成はハイペースをスタートからついていって、かなり頑張らせての競馬。いろいろな競馬もできているし悪くないんだけど、ニュージーランドトロフィーで横山和夫を乗せたのがまずかったわね。は？ハイペースを経験したから行き足ついてガンガン行きたがるようになってたし、横山和夫はそんなドルチェモア知らないし、確かに、どうしていいかわからないわね。それにまだドルチェモアは中学生とか高校生だもんな。人間で言うと、まだ NHK マイルカップで横山和夫や坂井隆成を手配できればよかったんだけど、まさかの岩田未来からの色々あっての三浦恒成。そりゃ、追い切りとか乗ったとは思うけど、ねえ、三浦が悪いわけじゃなくて、馬が不安定で変わりやすい時期だし、きちんと向き合う人間が必要だった。ってわけね、人によってもほっとかれても大丈夫なやつもいるけど、ダメなやつもいるでしょ？
ドルチェモアはどうやら、ダメな方だったってことね。三浦は横山和夫に続いて、ドルチェモアでどうしていいかわからず。安田記念の坂井隆生はドルチェモアのいい時を知っているから最後まで頑張ってくれるイメージで乗ってくる。安田記念は最下位だもんな。おそらくこの辺りで頑張って走っても辛いだけだし、苦しいし、このレースを機にドルチェモアは朝日杯みたいに最後まで頑張れなくなっていたんじゃないかと思うわね。若駒を感覚詰めて使うとこうなることはたまにあるわね。そうね。今は昔みたいにレース使って仕上げるわけじゃなく、レースのためにギチギチに仕上げるから馬の負担は昔とは違うしね。そこからはドルチェモアはスプリント路線に行くも惨敗続き、ついには立東の菅井厩舎から美穂の若手調教師の上原厩舎に転級。これもかなり物議を醸したわね。まあ菅井厩舎はいい馬がたくさんいるからね。悩める G1 馬、正直期待ができなそうなドルチェモアに色々な試行錯誤のために優先的には馬房を避けないんだろうからだとは思うわね。色々試行錯誤してほしいからの転級ね。また立東から美穂に環境を変えて、メンタルが回復する。っていうことも期待されたけど。まあ無理よね。その後も距離を伸ばして2000メートルの中日新聞杯に出走するもいいとこなしの惨敗。そこからの京都金杯の暴走の逃げで再開。暗く長いトンネルの出口は見えないわね。いえ、そうではないわね。京都金杯はドルチェモアにとっては希望になったわよ。どういうことなの？条件付き。セル馬とかがいない場合だけど、1000メートル 56.7 秒で逃げられる馬に能力がないとは思えないし、加速力、最高速度に関して言えばドルチェモアは能力はあると証明したわ。でも、それが最後の頑張りに使えないのが問題よ。だからもうメンタルは強制不可と考えて、スタートからぶっ飛ばすスプリンターに馬を仕上げるって復活プランを競馬ゆっくりは提唱したいわね。もうメンブレは放置？こんな惨敗続けていればリステッドのハンデ戦でも金量が軽くなるだろうし、2歳 G1 は別定戦でも優遇措置がある場合があるし、もともと2歳の実力通り走ればリステッドはなんとかいけそうだしね。つまり、金量次第ではスプリントをガンガン逃げて、ドルチェモアが苦しくなる前にゴールを切ってしまおうということね。まあ、スプリントも全然辛いんだけどね。54キロくらいの金量ならワンチャン京都金杯みたいな競馬をすれば、おすすめレースは直線コースの1000メートル。アイビスサマーダッシュは別定戦だから除外して、ハンデ戦のイダテンステークスとルミエールオータムダッシュならかなり期待できると思うわね。おお、とにかく頑張りたくないドルチェモアの頑張る時間と距離を短くして騙す作戦ね。タイム的にもコースが違うから単純比較はできないけど、同じ両馬場で京都金杯の1000メートル通過が 56.7 秒で、2023年のイダテンステークスのメディーバルが 56.5 秒。なんとか頑張ればここでもう一花咲かせそうなプランね。これが競馬ゆっくり安心プランのドルチェモア復活プランね。おお、重賞のこの条件ならとかいうものじゃないことが今のドルチェモアの悲しさが垣間見えるわね。ちなみに安心プランがあるってことはチャレンジプランもあるわけ？にっこり。あるわよ。競馬ゆっくりドルチェモア復活チャレンジプランは、伊藤雄二調教師よろしく。成長放牧で1年くらい調教せずに放置ね。はあ、どういうことなの？もうね、ドルチェモアのメンタルを回復させるためには荒用事か癒してやるしかない。荒用事は転級や距離でやったじゃない。押してもダメなら引いてみなってね。おお、でもこれ賞賛あるの？人間でもメンタルを病んで一生棒に振る人間はたくさんいるわけよ。馬はあくまでも畜生だからねー。無理だろうねー。それに馬は嫌なことへの記憶力は生存本能的に生き残るために絶対記憶するらしいし、草食動物だからそこは絶対に変えるの無理だしね。そう考えると無理じゃないこれ？だからチャレンジプランだって言ってんじゃん。おお、ちなみに今回は競馬ゆっくりミラクルプランも用意してるわよ。は？それがダート路線に行くことね。馬場が奇跡的にあって、楽に走れれば可能性はないとは言えないからね。見込み的にはどうなのよ？奇跡が起きなきゃ無理ね。
少なくともダートで活躍する馬って瞬発力よりも持続力で苦しくても頑張って、走り続ける能力が必要だからね。ダートは芝と違ってスピードは緩くなるから馬場が合えば楽に走れるようになるけど、その分力を入れて走らないといけないし、京都近海でスピードと瞬発力を見せたドルチェモアにはダートは合わないように思うわね。ちなみにさ、そのミラクルプランが現実になりそうなんだけど、ドルチェモアはフェブラリーステークスに行くプランもあるみたいよ。おお、ダートはメンタルが弱い馬はキックバックで嫌気が差す馬もいるのにね。ドルチェモアのメンタルはもう破壊される未来しかないのか。個人的にはドルチェモアは仕上がりが早く栄光を手にしたが、小馬でもリステッドなら2歳の時くらいに走れれば勝てると思うからもったいないと思うんだよね。2桁着順ばっかりだし、ハンデ戦ならハンデも軽くなってワンチャンあるだろうし、それに京都近海の走りからメンタルはぶっ壊れてるけど、能力はあるのが確認できたし、なんとかもう一花咲かせてほしいんだよなー。願わくば競馬ゆっくり安心プランでドルチェモアを見てみたいってわけね。ドルチェモアの未来はエルウェイウィンなのかゴスホーク犬なのか見守っていきたいわね。朝日杯の勝ち馬って結構ヤバいの多いわよね。メジロベイリー、もうメジロ軍団いないんだよなー。悲しい。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。